選んで、見せて、楽しくお掃除。シャボン玉石鹸プレゼンツ、ラグビーや逆立ちが得意な空翔くんと、ひらがなが読めるようになったつむぎちゃん。今回ママとパパからこんな相談をいただきました。子供が進んで身の回りのお掃除ができるようになってほしいです。楽しくお掃除ができる方法を教えてください。お答えするのはもうすぐ3時のママ、シャイネン梅野あゆみ先生です。お子さんの成長に合わせて掃除道具を選び、いつでも使える場所に置いておくことから始めましょう。まだ小さいお子さんが大きな掃除機を使うのは大変です。まずはほうきとちり取りを用意して使い方を教えてあげてください。ほうきは横方向にゴミやホコリが舞い上がらないように、撫でるように小さく動かしましょう。日頃から大人が使っている姿を見せてあげることが大切です。お、上手上手。お、いいね。はい、ゆっくりゆっくりよ。はい。また手作りの畑もホコリ取りに大活躍しますよ。お掃除グッズはわざわざ買い揃えなくても大丈夫。まずこれらをご用意ください。端切れはフリースやタイツなどを使うと静電気でホコリがつきやすくなりますよ。端切れの柄を表にして放射線状に重ねます。この時にボンドで留めていくと外れにくくなります。棒の先を中心に置き、端切れでぐるっと包み、裏側を輪ゴムで留めます。端切れの柄が見えるよう逆さまにして整え、紐などでぐるぐる巻いたら完成。優しくパタパタ。お気に入りのグッズを作ったら、お手伝いの声かけをしなくても楽しくお掃除できますね。子供が自ら動くようにするには、まず大人が環境を整えてあげることから始めてみましょう。楽しくお掃除頑張ろう。番組では子育ての疑問、悩みをお持ちの出演者を大募集。 DNC ハグハグからご応募ください。